皆さんこんにちは、ひつじぐまです。今日は先日から編んでいたバスケットが編み上がったので紹介したいと思います。こちらのバスケットです。編んでいる途中のものを入れたりするのに使おうかなと思って編みました。前の動画でお伝えした通り大きめに作りました。高さをどれくらいにするか迷ったんですが、毛糸でふにゃふにゃしているので、まあそんなに高さを出してもふにゃっとして使いにくいかなと思ったので、そこまで高くはしていません。編みかけのもの、例えばもうだいぶ大きくなったブランケットを入れてもすっぽり入るぐらいの大きさです。大玉のオパール毛糸を2玉入れてもこれくらい余裕があります。メランジも4玉ぐらいは余裕で入れることができます。ちょっと工夫したところはもう見えていると思うんですが、ダイソーの合皮を使って取っ手をくるんだところです。それからここに隙間を作ってボタンをつけてループをつけることでヤーンボール的に使えるようにしました。ここは開いたり閉じたりすることができます。この穴を作ったり取っ手をつけて編むのも初めてだったんですが、一生懸命考えながら編むことができました。実は年末に愛用していたヤンボールを陶器のものだったんですが落として割ってしまったんですね。それでヤンボールがなくってちょっと編みにくいなと思っていたので、このバスケットが完成できて嬉しいです。またいつも編みかけばっかり紹介していて完成したものがあまりないチャンネルだったのですが、完成させることができてそれも嬉しかったです。このバスケットもたくさん使って編み物を楽しんでいこうと思います。では今日は編み上がったヤーンボールのバスケットの紹介でした。編み物頑張ってねと応援してくださる方はグッドボタンやチャンネル登録をしていただけると励みになります。次の動画でもお会いできると嬉しいです。ひつじぐまでした。